クラウリオ・ビンクこと、クラウリオ・ビンクネとは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは DF。グレミオフ・フブッパと SC ・インテルナシオナルで、下部組織に在籍し、インテルナシオナルのトップチームに昇格。2012年1月22日に、カンピオナートがウショデス選手初出場。その後1試合に出場したのみで、U-20 のメンバーへと逆戻りとなり、12月に、再び、 トップチームに昇格した。2013年はガブリエウの控えであったが、8月11日に途中、出場の形でカンピオナート・ブラジレーロセリエ初、出場した。2014年はレコパがウショで2得点を決めて2から2の引き分けに持ち込む、スタートを切ったが、この試合は PK 戦で敗れた。7月18日に全国選手権初得点を記録した。 2015年7月21日に、セリエ A のエラスベローナ FC に期限付き移籍。12月2日に、コッパイタリアで、ルーカ欠勤に代わって出場し、イタリアデビューを果たしたが、セリエ A での出場はなかった。2016年3月に双方合意で、レンタル遺跡を打ち切りインテルナショナルに復帰。インテルナショナルに復帰直後の2016年3月18日に、アソシアソン、 シャペコエンセ治ジフチボ12月までの期限付き遺跡となった。4月24日に、カンピオナアート語り年世で、シャペコエンセ初出場。同年、シャペコエンセは、ラミア航空2933便墜落事故にあったが、彼は帯同メンバー外であったために難を逃れた。ありがとうございます。